教えてください。社長の金メガネの町鯖江市にやってきました。今日は二刀流で奮闘する社長です。鯖江市でメガネの加工や販売を手掛ける田中眼鏡、2代目社長の田中幹也さんです。一人一人その人に合ったメガネを提案する伝道師。メガネの魅力ってどういったところだと思いますか？メガネの魅力は、なりたい自分に簡単になれる魔法、そんな感じですかね。素敵。一つお願いがあるんですけど、はい、私もちょっとなりたいなっていう理想の姿がありまして、はい、メガネの力を借りてインテリ系のマスやネネに変身したいです。ということで、社長とメガネの力を借りてイメージチェンジ。横にスワロフスキーの飾りがついてて、正面から見た時の印象はキリッとしちゃいますね。キリッとマインドセットができるんですよ。あの鏡を見て、あ、私できると、そういう暗示がこの眼鏡をかけた自分を見ることで自信というものにつながり、はい、結果につながると、そう信じております。眼鏡を通して喜びや自信を届ける田中社長、仕事で大切にしている芯とは？こちら、真実の真です。やってもないことをやったように喋ったり、その先に進んでしまうのが良くないかなっていうのは、いろんな経験をして感じておりまして、自分が経験したその真実をもとにどうするかっていう判断をしていくっていう考え方というか。真実とこう向き合うってことは現実を見るってことですけど、はい、結構勇気いりません？知ることで選べる選択肢って多分たくさん広がると思うので、短い人生の中で苦手なことに時間をとらわれる方がもったいないかなっていうのも。田中社長はこれまでたくさんの人生の選択をしてきました。幼い頃は野球一筋、プロ野球選手を目指していました。中学時代は全国トップクラスのチームでキャプテンとして活躍しましたが、怪我の影響で夢を断念。高校を卒業して進んだのは家業のメガネではなく料理の世界でした。全く関係ない道へ一旦こう進んでみてその社会の厳しさも経験させていただき、そういう経験を経て、やはりこのメガネを継ぐという選択をその後させてもらって、でもいろんな経験も今までさせてくれたし、はい、そういった思いも背負って継ごうと決めたわけですね。そうですよ。やってみた時に面白かったっていうのは、まずやっぱりお子様に僕眼鏡をお作りして渡した時に、視力が悪いから眼鏡ってかけるっていうのが一つの当たり前な流れなんですけど、その子どもの見えるっていう純粋な表現を見た時に、あ、すごい仕事だなっていう。見えてない自分に対して我々はお手伝いをできたっていう、その感動がその一瞬にあったんですよね。見える世界、そして自分自身にも彩りを与えてくれる眼鏡で訪れる人の背中を押しています。一段階ギアはありましたよね。保守的な感じからはいろいろとチャレンジするような。社長のおすすめで。そんな田中社長にはもう一つの顔が。調理師免許を持つ田中社長、この春から母親が経営するお好み焼き店で腕を振るっているんです。メガネの社長と飲食店の店長、まさに二刀流。料理はやっぱ直接的にお客さんの反応が分かるので、メガネと違うちょっと面白さが全然違いますね。これまでの経験や知識を糧に挑戦を続けていきます。お客様のために、どちらの仕事にも通ずる社長の思いです。鯖江ってメガネの一大産地で、作る職人さんもたくさんいらっしゃって、で社長のように提案する人もいて、で販売する人もたくさんいらっしゃって。どんな思いでこれからお客様に接していきたいなって思われますか？本当にメガネフレームに関しましても大変難しいものでして、一朝一夕でできるものではなく、この鯖江のメガネ産業は120年ぐらい続く歴史がつないできたものなんで、我々がそれをしっかりとお客様に届けて、あそこにちゃんとした価値を生み出すことっていうのが非常に重要な我々役目じゃないかなというふうに。ただ売ったんでは価値がないので、しっかりと思いを乗せて一年の流れっていうのをしっかりと、お客様に届けたいなと思っております。